ということでですね、今回はヴィトーリア・ミオ・コーレ、勝てる我が心という放題がついております、この曲をやっていきたいと思います。ヴィトーリア・ミオ・コーレですね、いわゆる、音大受験からね、音大の1年とか2年とか、そこをかけてですね、1年かけてやっていく国典、歌曲の中で、特にですね、伴奏がめんどくさいって言われる曲の中の3大、めんどくさい言われる曲の中の一つらしいです。なんで、周りに伴奏者いない方、嫌がられる方ですね、ぜひこの動画見ながらですね、ちょっと練習をしてもらえればと思います。で、このヴィトーリア・ミオ・コーレどういう曲なのかというとですね、すごく軽快です。ヴィトーリア、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 ミオ・コーレ、とてもですね、軽快で軽やかな曲で、何も知らない人はね、ああこの人なんか勝ったんだなみたいな感じの曲なんですけれども、これですね、訳詞を見てみるとですね、苦しみに満ちた愛から解放された、私の心よっていう、っていうね、感じのところになります。訳を読んでみますと、勝利だ私の心よ、もう涙することはない、愛の神の癒やしい屈辱の鎖は解けた、ね、愛の神の癒やしい屈辱の鎖でつながれてたんですね、私ね。でそこに、無慈悲な女はお前を傷つけようとて、多くの人の見る前で偽りの愛嬌を振りまき罠を仕掛けた、とんでもない女ですね、けれど欺瞞も苦悩ももはやなく、あの女のうちのひどい火の燃える情熱は消えた、目が覚めたんですね。で、輝く瞳からはもう矢は放たれはしない、死ぬほどに傷つけようと私の胸に襲いかかる矢は、悲しみと苦しみの中でもはや私が悩み衰えることはない、あらゆる罠は破れ、そして不安は消え去った、ここでですね、重要なところになります。この16世紀、このカリッシミさん、1600年代に生きた人なんですけど、ここの時代のですね、矢が刺さるっていう表現は基本的にキューピッドの矢のことです。なので、愛の矢が刺さった。で、愛の神の、その束縛にお前は囚われていたっていうところですね。で、ひどい女に苦しめられた自分が、それを解き放って、自由になったっていうところが、歌うのがこのヴィトーリア・ミオ・コーレ。そうなると、皆さん歌い方がだいぶ変わってくると思うんです。音大受験を目指す方っていうと、大体18とか17とか、若いピチピチの子たちなのかもしれませんけれどもですね、私みたいなおじさんとかになってきますと、ちょっといろいろとね、人生の酸いも甘いも経験してきて、この曲深みが出てきます。で、若い子たちはですね、実際はこういう曲なんだっていうのを頭に入れておいて、歌っていくような感じになってもらえればなと思います。で、実際にですね、この曲の解説をしていきますと、ヴィトーリア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 、ミオ・コーレ、最初ののっけから4小節目ですね、このドのナチュラルですね、ヴィトーリア、ヴィトーリア、ヴィトーリア、ヴィ、このドのナチュラルの音が、この音型の中の変化になります。なので、そこの部分ですね、しっかりと音出してあげないと、ちょっと上ずってしまったりとか、前の音に引っ張られて低くなってしまうと、すごく目立ってしまうところになります。なんでかというと、伴奏の、一番トップの音ですね、が、同じ、どんどんナチュラルになってきます。だから、そこでシンクロしておかないと、音がずれてるなっていうのがすごく分かってしまう。ので、気をつけてください。で、ショルタラボレラビルセルビトゥ、この高い音でダンダンダンっていう風になってくるところ、そこがですね、発声が一発でこう決まってあげないと綺麗に響かない。だから最初の入り口のところでですね、綺麗に収めてあげないといけません。で、ショルタラボレラビルセルビトゥ、ここの部分ですね、動いてくるんです。動いてくるんだけれども、母音でうまくつなげてあげてください。母音をだけを抽出するとこういう風になりますけれども、そこをうまいこと子音で、傷つけないように。
こう。で、ショルダーダモールで、その後も一緒です。長いフレーズのパッセージになりますけれども、ここの部分で動いてるからって言って発声が変わってしまわないこと、綺麗に一つの発声でそこの部分パッセージを歌い上げるっていうところが必要になってきます。あとは基本的には一緒なので、歌詞がそれぞれ違うところで、子音が変わってきますので、そこの部分を、いかに母音で、妨げないように歌っていくかっていうところが必要になってきます。というところで、実演にやってみましょう。では実演スタートです。ビトリア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 ビコーレマグリマルキョマグリマルキョエシャタラロレラミルセルビトビトリアビトリアSo
でですね、皆様苦しみから解放されましたでしょうか。ヴィトリアできればね、いいなと思います。何もね、声楽初めての方って、まあ、若い子たち以外にもね、多分くたびれたおじさんたちもいると思いますので、そういう人たちは割と感情移入しやすい曲なんじゃないかなと思います。なのでね、アマリリーとかよりこっちの方がやりやすそうだなって思ったら、まずこっちからねやって、とりあえず歌う楽しさっていうのをね、知ってもらえればなと思っております。何回も何回も繰り返し繰り返し練習してですね、これも歌っていければいいなと思っております。でこれもヴィトリアヴィトリアっていう風に歌う中でですね、それぞれもうすごいたくさんの数ヴィトリアって出てきますけれども、それぞれでこう歌い方を変えていく試行錯誤ですねしていくっていうところで、またどんどん深みが増えていくんじゃないかなと思います。ということでですね、また分からないこと、疑問点、何か要望ありましたらですね、コメント欄の方に、いただければ幸いです。こちらの動画もですね、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録、まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、また次回ですね、別の曲でまたお会いしましょう。ということで、ショータイムでした。ご覧くださいましてありがとうございます。またねー。